ミスタイムさん、動画の方いつもありがとうございます。1年以上一緒にね、動画をこう通じて語りかけてきましたね。語り合ってきました。で、今回は孤独というテーマだったんで、私もねちょっと動画を撮りたくなったんですよ。やっぱりね、私はね、孤独は最強だなと思ってるんですよ。誰もが孤独になれないから苦しんでいますし、孤独を楽しめないから苦しんでるのかなと思うんですよ。で、人が成長するときってやっぱりね、一人なんだなと思うんですよ。まあ、勉強するときも、知識を蓄えるときも、情報を集めるときも、まあ、孤独なんですよね。私ね、こういったことが、こういったエピソードがあるんですよ。なんかこう用事に誘われて、何曜日の何時から予定取れないかっていうふうに聞かれたときに、私その日ね、本を読む予定にしたんですよ。だから、この日本読むんでちょっと付き合えないんですよっていうふうに答えたんですね。そうすると、いや本後で読めばいいじゃんっていうふうに言われたんですよ。このね、後で読めばいいっていうことにすごく違和感があったんですよ。というのが、私はその日自分の知識を深めるために一人になってその本を読むという予定にしたんですよ。本を読むという予定なんですよ。でも人から見ると、その人から見るとね、本を読む予定ってのは動かせるじゃんっていう意識なんですよ。というのが、私の予定を軽く見ていたっていうふうに判断したんで、その方との付き合いを断ってしまったというね、ことがあるんですよね。これちょっとやりすぎかなと思ったんですけども、知識の欲っていうのはそのぐらい大事なんだなと、私ね、今では再認識することができてるんですよ。自分が知識を含めたいと思ってる本を読むっていうのは、もうそれこそね、人と会うアポイントメントなんですよ。しかも私を誘ってくれた人と比べると、申し訳ないんですけども、こちらの本一冊の方が十分内容に意味があったんだなと今でも感じてるんですよね。孤独が最強っていうのはね、筋トレでも言えるんですけども、やっぱりこう何人かで一緒にやる筋トレもね、すごく大事なんですけども、ただ筋トレを何人かでやるとモチベーションが上がる部分もあると思うんですけども、ただあまりにも差がある場合はですね、ついていく方も待ってる方もどっちも疲れちゃうんですよね。だからやっぱり筋トレっていうのは、こうやって動画でも撮りますけども、動画で撮ってない部分がメインなんですよね。そっちの方で全然誰にも見てもらってない方でものすごく力を蓄えていて、そして動画でアップロードするところっていうのは一部を切り取ったところでありますんで、まさにね、動画で1分2分やってるところだけが全てではないってことなんですよ。これはもう本当に見られないところで力を蓄えているという意味では、知識を蓄える時でも筋肉を蓄える時でも本当に一緒だなと思うんですよね。だから私はどちらかというと孤独が最強なんじゃないかなと思います。ただ強制的に押し付けられた孤独はまた違うのかなと。自分で選んだ孤独っていうのはね、結構ね、自分を強くするのかなと思ってますね。ということでね、いろいろと動画を通じてミスター M さんとも語り合ってきました。ガチンコマッチクラブね、2期生募集になっておりますんで、今度あれですね、2期生募集専用のプロモーション動画なんていうのもね、あるといいですよね。もう最初から最後まで2期生募集みたいな、こんなね、どんなトレーニングをしますよとか、どんなやり取りがありますよとか、なんかそんなねやつね、なんかプロモーションビデオ1分とか2分でまとめるとかっこいいなと思うわけなんですけども、まあお忙しいと思いますんでね、あまりご無理のないようにしてください。そしてですね、ミスター M さん報告があります。私ね、体の故障がね、すっかり治ったような気がします。やっとですよ。脱臼してから1年以上かかりましてね、去年の9月にここ脱臼して、もうしばらく肩つって動けなかったんですけども、3日ぐらいしたら、まあね、痛みは引いたんですけどもね、それこそ放置して直したんですけども、肩ダンベルはね、ちょっと今まで控えていたんですよ。ですからこれからね、ダンベルのバーから、バーがまた20キロぐらいしますんで、あれから始めていこうかなっていうところと、あと、なんですかね、ダンベルの方も20キロをやっていたんですけども、これもね、5キロぐらいからこういうふうにね、肩でずつやっていこうかなというところでございます。本当にね、故障した後っていうのは格好つけずに、ぐーっと自分の基準値を落として、そしてなじませながら時間をかけてまた回復していかないと。特に年齢が年齢なんでね、私ね、この筋トレのトレーニングは1年ぐらいかけてまた積み上げていくつもりでやっていこうかと思います。そして来年の今頃は元通り、去年のね、おととしの今頃ぐらいにバリバリとね、やっていこうかと思います。これからも一緒に走っていきましょう。ガチンコマッチョクラブ。